マルスベルクは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベェストファーレン州、アルンスベルク行政管区のホーホザウアーラント軍に属する市である。ザウアーラント北東部のこの小都市は、1975年のノルト・ベェストファーレン州の自治体再編の際に、オーバー・マルスベルクとウンター・マルスベルク及びそれまで独立していた、いくつかの町村が合併して成立した。オーバー・マルスベルクには、 サクソン人の最も重要な聖域であるエレスブルクのイルミンズールが設けられていた。カール大帝によってこの聖域が破壊された後、この場所にはベストファーレンで最も古い修道院が建設されたが、後にコルバイ修道院に統合された。ニーダーマルスベルクは公益地として発展したが、政治的にはオーバーマルスベルクに移居していた。この地域で中世初期から重要なのが、 銅の採掘と加工であった。19世紀には、精神病のためのベストフェリシャークリニークマルスベルクが設立され、健康、医療分野がマルスベルクの経済とって重要になった。マルスベルクは、パーダーボルーンの南約2 9トルヘッセン州との宗教から約3キロメートルのディーメル、川の谷に位置している。町の中心部で、グリンデ川がディーメル川に合流している。 この町は、西のブリーロン高地、北のジントフェルト、東と南のローテスランと、南西のディーメルゼー自然公園の間に位置している。マルスベルクの北は、トイトブルクの森、エッケ山地自然公園に接している。内市街は、海抜250メートルから255メートルに位置しており、マルスベルク駅も、海抜249.8メートルにあるが、地域全体は、 ベストハイム東側のディーメルタールの206メートルからディーメルコのダムの東にあるアイゼンベルクの海抜594.6メートルまでに広がっている。マルスベルクに隣接する市町村は以下の通りである。マルスベルクは17の市区からなる。キリアン港の岩層マールブルクはラインシーファー山地、ヘッセンテイ地、ミュンスターラント盆地が接する場所に位置している。 このため複雑な地質構成状態の上に位置している。マルスベルクの最も古い岩層はデボンキに形成された。デボンキの堆積物は赤色、灰色、緑色が層を成した粘土岩で構成されている。その上に石炭紀前期の黒い粘土層がある。この層はマルスベルク地域では大部分が銅の産出と関わっている。 石炭気候期の多くの部分が格化された石灰岩や粘土岩である。より新しい岩石では経過の程度は低い。暗い灰色の層を成した粘土岩が堆積し、いくつかの箇所では大量の貝殻を含んでいる。砂の層が次第に増加することにより、石炭期前期終盤から石炭気候期の岩は灰色の粘板岩と軽く細かい砂岩が、 交互に蓄えられていることで見分けることができる。こうした岩層は、例えば見学鉱山霧ン港で明らかである。石炭気候期終盤に、現在のラインシーファー山地全域が、バリスカン、作り山運動によって流起し、終局した。バリスカン、作り山運動による流起後、赤帝等に乾燥した気候条件下で平地化が始まった。クバイ等に、 マールブルク周辺地域は北から進出してきた海に浸り平たい石灰岩が堆積した。その後の乾燥した気候条件によりクバイ島の海の周辺地域は繰り返し干上がった。硫酸塩の岩石及び粒の細かい陸の堆積物は堆積条件の変化を示している。クバイ島には少なくとも4回マルスベルク地域に海が進出したことが分かっている。 これに続く、ンター島には徐々に湿った気候になり、採雪状の堆積物が沈殿した。こうした土地は、現在マルスベルク東側の平線低地に広がっている。白秋後期の初めまでに、マルスベルク周辺地域は大陸となった。白秋の海は、約1億年前に、北海方面からラインシーファー山地の縁にまで進出した。これにより、 平らな石炭機の岩は沈殿し、現在 S 戦闘ビューネンベルクを結ぶラインの北で見ることができる。白紀後期最終盤には、新たな増山運動がこの地域で起こり、岩層の擬態が生じている。この時期にラインシーファー山地の新たな流気が始まり、山に川谷が刻まれた。第3期には、岩石は湿潤で温暖な気候の影響を受けて、地中深くまで風化した。 特に石灰岩は一部カルスト化し、数多くのポノールが生じた。例えば、エッセント近郊のいわゆる炎天洞窟群などである。石灰岩や泥灰岩の脱石灰化により、ホッテンシュタインが生じた。第四期にスカンジナビアの氷塊がマースベルク地域に達することはなかった。この地域はミュンスター盆地にあった氷河先端の前に位置していた。魔氷期には、 川が山地を深く刻み、表記には明瞭な砂利のテラスが形成された。現代までに、作り山活動、侵食、堆積が続いた。最も新しい堆積物は、マルスベルク周辺地域では、関心よのトゥファである。例えば、パウリーネン泉周辺、ディーメルアウエの低湿地、人によって作られたボタ山、特にマルスベルク近郊の含む、同年版岩採掘のボタ山がある。 現在のオーバーマルスベルク地域は防衛しやすい山の平らな部分に位置している。侵入しやすいのは南の安部を通る方法だけであった。人の存在を示す最初の痕跡は紀元前1万4000年頃のものである。紀元前4000年から紀元前3000年頃からミヒエルスベルガー文化の統制品が作られるようになった。当時、山上には早くも 旧石器時代の集落が形成されていた。この他に、ローマ時代以前の鉄器時代の防衛施設の発掘も行われた。文字で記された、この集落の歴史は、ザクセン時代にまで遡る。フランク人の記録では、この集落は、イレスバーグと記述されている。この施設は、ザクセン人の重要な避難状態であり、ティートマール・フォン・メルゼーブルクによれば、 この部族の最も重要なイルミンズールの聖域があった。しかしこの記述に対する考古学的証拠は現在まで発見されていない。このイルミンズールがカール大帝がこの集落をザクセン戦争の最初の目標にした理由であったと推測される。772年にこの施設は征服され柱破壊された。その後ザクセン人が奪い返し、 776年に3度目の征服でフランク人の手中に収まった。おそらくカール王は785年にこの城を縮小した。上域の北東に最初の教会であるセーペーター教会とベストファーレンで最初期の修道院の一つであるオーバーマルスベルク修道院を建設した。この修道院を中心に周辺地域がキリスト教家されていった。 現代に残る伝承によれば、この教会は、教皇レオ三世によって、パーダーボルンでの帝国会議出席の旅の途上に、性別された。イレスバーグは、時には皇帝の宮廷にもなった。カールは、785年に数ヶ月間、家族と共に、ここで暮らした。ルートビヒ経験王は、修道院とその財産を、コルバイ修道院に遺憾、統合した。 独自の修道院に変えて修道院長代理管区が設けられた。城の麓にオーバー・マルスベルクの集落が発展した。この修道院長代理は後にオーバー・マルスベルクの司祭を兼ねた。おそらく915年以前にこの城はザクセン公、ハインリヒの所有となった。この頃、この城は足場として有したザクセン人は隣接するエーバーハルト・フォン・フランケンに勝利した。 オットー一世王とそのイボアに、タンクマールとの間の戦いは、938年に、マルスベルクの修道院教会で集結した。タンクマールは、教会の横の窓から投げられた槍によって、祭壇前で殺害された。1036年に敗位されたケルンテンコアーダルベロが3年間この城に囚われていた。この地域の重要性は、銅の山室と、この付近で、 広域公益路のビアレギアとローマ街道が交差していたことによる。ここにホルフーゼン集落が発展した。ルートビヒオド王は900年にコルバイにホルフーゼンで市場を開催し、関税を徴収し、貨幣を鋳造する権利を与えた。表向き962年に作成されたオットー一斉による文書は、この村におけるドルトムントの商人の権利とコルバイの占有権を 認めた。実際にはこの文書は11世紀の義書であるとされている。マルスベルク城はおそらく貴族家の所有になったに違いない。いずれにせよ、パーデベルク白廃止後の混乱の中、この城は1113年にコルバイ修道院長の要請に基づきアルンスベルク、クフリードリヒによって破壊された。コルバイ修道院長は1144年以後に この城を再建した。オーバー・マルスベルクの住民は、修道院長に対して放棄し、アルンソベルク博に助力を願った。コルバイ側は、シュバーレンベルク博の協力で、自らの立場を主張した。1150年、王の文書によりコルバイの所有権が確定した。しかし城自体は1145年に、アルンソベルク軍によって破壊されていた。 12世紀第一四半期のコルバイの土地台帳は、ホル風前の重要性を比較的大きく扱っている。この集落には、二つの教区教会、二つの礼拝堂、三つの水車があった。最も古い教会は、ディオニシウス教会であったが、後に倒壊した。二つ目の教会が1036年から1046年の間に建造されたセマグヌス教会であった。 住民数は750人から900人の間であったと見積もられている。ホルフゼン家の都市貴族がコルバイ修道院長の大官を務めた。大官は都市組織の形成に貢献はしなかった。住民には商人の他に食府業、夜勤、金属加工業者がいた。コルバイは1150年に近郊の鉱山で銅を採掘する権利を王から保障された。 ハインリッヒ思考が失脚し、ベストファーレン公領がケルン大司教領となった1180年以後、コルバイに属していたマルスベルクはケルン領にほぼ囲まれる形となった。1196年にはコルバイ自身がケルンの保護下に置かれた。オーバー・マルスベルクの死壁跡ホルフーゼンでは、コルバイ修道院長に代わって都市博を置いていたパーダーボルン司教に対する紛争が起こった。 コルバイは1208年に最終的にパーダーボルンからの違い方権を得た後、オーバー・アマルスベルクの修道院長代理官区についても同様の独立を求めた。1220年頃、ケルン大司教の勧めにコルバイ修道院長も同調し、多くの住民がニーダー・アマルスベルクからオーバー・アマルスベルクに移住した。この頃、オーバー・マルスベルクに壁が設けられ、 古い修道院教会の近くに、ニコライ教会の建設が始まった。1222年以降都市圏が存在し、1229年以前には、すでに12人のコンスルズとプロカーンセルからなる三次会が構成された。議会には、市民のほかに、騎士階級出身者も含まれた、1231年から、市の公用員も使われた。ケルン大司教エンゲルベルト一世は、 ベストファー連行としての立場からこの町を公然と進化とした。この司教の死後、コルバイはケルンの所有に対して異議を申し立てた。しかし1230年にはオーバーマルスベルク氏の半分をケルン大司教ハインリヒッセイ・フォン・ミュレン・アルクに委ねなければならなかった。貨幣駐造権も分割された。その後、オーバーマルスベルク及びニーダーマルスベルクは、 コルバイト・ケルン大使教領の二重支配となった。この町はやがて隣接するバルデック博に対するケルンの重要な防衛拠点に発展していった。1322年頃、都市城塞が建設された。しかしその重要性は、1342年頃にカンシュタイン城が建設されたことで急速に低下した。1五百七年、ベネディクト会修道委員長代理管区を除き、 全市がケルン選定公領となった。ただし、教会法上この地域は、修道院長代理管区を除いて、パーダーボルン市教に属した。ニーダーマルスベルクは、独立した町であった。この町は、防壁で守られ、14世紀からは、スタッドと表記されていたが、オーバーマルスベルクの会に置かれていた。下町には、小さな商店ばかりがあり、住民には、 三成権が与えられていなかった。集落の北西団にはコルバイの城塞があった。おそらく1540年代以降、近隣ですでにプロテスタント化されていたバルデックの後押しもあり、マルスベルクに宗教改革の影響が及んだ。宗教改革と関連して、1539年に市の指導者に対するツンフトの暴動が起こった。これは選定校。 ヘルマン5世フォンビートによるルギルトやツンフトの一時的な禁止をもたらした。コルバイは長らくカトリックの司祭を任命することができなかった。ケルン選定公領内の宗教改革を行おうとして失敗した大司教ゲプハルト1世、フォンバルトブルクの退位後、エルンスト・フォンバイエルンが対抗宗教改革をはじめ、フェルディナント・フォンバイエルンがこれを強化した。 サイカトリック化は長く続いた。1615年には多数派のルター派三次会員が退陣させられ、1630年頃にはプロテスタントの家族は死にわずかしかいなくなった。多くのルター派に共感する住民の流出は、著しい経済的衰退を招いた。マルスベルクは、1612年から1613年に、地域的なペストの流行で、大きな損害を被った。 5ヶ月間で1200人が命を落とした。1647年に出版されたマテウス、メイリアンの同伴画に描かれた30年戦争のオーバーマルスベルク工場戦1670年頃のエーレスブルクとマルスベルク30年戦争でオーバーマルスベルクは常に皇帝軍の防衛拠点であった。1632年以降ヘッセン軍が何度も この町を占領しようとしたが成功しなかった。しかし、死壁や数多くの建物が大きな被害を受けた。近隣の多くの製鉄所や炭蔵所が破壊された。マルスベルクは1646年にスウェーデンのウランゲル将軍の軍勢の砲撃を受け、占領され、10日間にわたって略奪を受けた。その後回は放火され、修道院協会は爆破された。この破壊の結果、 オーバー・マルスベルクの重要性は著しく低下した。多くの住民がニーダー・マルスベルクに移住した。こうした理由からオーバー・マルスベルクの旧市街は古い姿を色濃く残している。住民の中心はディーメル川の谷にあるニーダー・マルスベルクに移った。1781年、マルスベルク全体の人口は400個を超え、ベストファーレン考量では、に次ブリーロン。 ベルルと並ぶ、両内最大規模の都市の一つとなった。当時、宮廷都市のアルンスベルクは、わずか252個であった。内部では、政治に参加できるのは少人数のサークルに制限されていた。三次会員の選挙は行われず、交代する場合は、元の会員が、新しい会員を指名した。ウンターシュタットの住民たちは、 オーバーシュタットの三次会による支配要求から脱することはできなかった。19世紀初め、旧ベネディクト会修道委員長代理官区が廃止された。1808年、ヘッセン領であった時代に、ニーダーマルスベルクはオーバーシュタットから完全に分離された。1827年、プロイセン王国ベストファーレン州の一部となり、司法区役場は、 オーバーシュタットからウンターシュタットに移された。マルスベルク博物館の魔女狩り犠牲者の展示ベストファーレン高領,領の他の地域と同じように、現在のマルスベルク市の地域においても、かなりの数の魔女狩りが行われた。パドベルクだけで、1588年から1590年までに9人、1592年から1602年までに4人が、起訴された。 1648年から1650年にもエッセン島のクネコレデスタ一名の魔女裁判が行われた。カンシュタインの魔女裁判では1656年から1658年までに9人の女性が処刑された。それ以外の11人の末路が不明である。ベスト・ファーレン公領では1628年から1630年に迫害がピークに達し、 マルスベルクでも相当数の事例が判明しているが、確実な数字は分かっていない。1598年から1630年に、マルスベルクで6人が、魔女裁判にかけられたことは確かである。マルスベルク市の郷土博物館には、魔女裁判の犠牲者の記念スペースがある。シュタットベルガー鉱山労働者組合の交付、ニーダー・マルスベルクは、特に産業の発展により重要性を増していった。 ガラス製造の他に重要であったのは銅の採掘と加工であった。これは社会構造に大きな影響を及ぼした。工場や鉱山の周辺の村では農業と工業が混在した。そこには小さな農地を持ちながら工場や鉱山で働く人が多く住んでいた。これに対して少し離れた村では純然たる農業が主体であった。ギールスハーゲンでは 1882年には労働人口の38%以上が鉱山労働者であった。非雇用者は全体の44%であった。一方、専業の農業従事者も29%暮らしていた。通勤者のマチパドベルクでも同様であった。1892年のギールスハーゲンでの調査では、調査対象となった119人のうち30%が いざとなれば食べてゆけるだけの土地を所有していた。残りのほとんどの人が一軒の家と一からにモルゲンの土地を有し、ヤギかメウシを飼っていた。七人だけが一人暮らしで土地を持っていなかった。構造、経済危機の結果、収入の道が途絶えた。1889年にルール地方で大規模な鉱山労働者のストライキが起き、 マルスベルク地区でもストライキが行われた。1年後に新たな労働葬儀が起こった。1892年のギールスハーゲンとその周辺地域でのストライキは数週間続いた。鉱山労働者の大部分は特に世紀が変わって、以後、キリスト教鉱山労働者連合に加盟した。1906年、ブリーロン軍とメシエーデ軍で調整上の賃金変動が起こった。 この時、マルスベルクの同産業の会社では、労働組合の統制が効かないまま数ヶ月に及ぶストライキが行われた。経営者側の反組合的措置は一時的に状況を深刻化させた。政治的には、マルスベルクは帝国時代にはカトリック住民が多数で、バイマル共和制の初めまで中央党が優勢であった。共和制で、 初めての1920年の国会議員選挙では、中央党がほぼ75%の票を獲得した。マルクス主義の政党の得票率は合計でも14%程度であった。市民政党、DNVP、DVP、DDP は合計11.17%の票を得た。1928年の国会議員選挙までに、中央党の周票力はやや衰えた。 それでも、この選挙で中央党は60.79%の票を獲得した。左派政党は市民政党よりも支持を減じた。これに対して強かったのが様々なミニ政党や利害に特化した政党であった。特にミニ政党は共和制末期には明らかに NSTP に移行していった。NSTP は1933年3月の 国会議員選挙で26.31%の票を得た。中央党は60.72%であった。左派はわずかに7.76%であった。市民政党は4.9%であった。国家社会主義の時代、マルスベルクは安楽死プログラムの殺処理の執行地となった。聖ヨハネス修道院は遺伝的。 死質的な重度疾患の学術的救命に関する帝国委員会の小児専門部局となった。その後数ヶ月間で約50人の子供や青年がここで殺害された。住民に動揺が広がったため、1941年に専門部局は閉鎖された。この部局はアプラーベックの病院に移された。1940年から連合軍爆撃機は、 ニーダーマルスベルクの長域に数発ずつの爆撃を何度も繰り返した。この攻撃には実際の効果はなかった。1944年10月13日、12機のライトニング型戦闘爆撃機がこの街の鉄道施設に20発の爆弾を投下した。この攻撃で大きな被害はなく、爆弾5発は不発であった。 さらに1945年2月4日と22日に低空飛行による攻撃が行われた。3月14日には激しい空爆により鉄道施設、工場、住居が被害を受けた。鉄道の D メル橋も大きく損傷した。鉄道路線は普通となった。続く3月19日の攻撃で鉄道の D メル橋は完全に破壊された。 最後の大規模な空爆であった3月12日には約120発の爆弾が投下され、このうち23発が不発であった。駅とその周辺は激しく破壊された。国防軍の降射砲小隊も大きく破壊された。3人の兵士が死亡し、7人が負傷した。ニーダーマルスベルクへの空爆では14歳の若者が死亡し、多くの人が負傷した。 3月28日、ニーダーマルスベルク近郊で防衛のために武装新衛隊の一団が進行してくるアメリカ軍の前に移動した。ガウ指導者の命令で国民突撃隊が放射道路にバリケードを作らされた。3月29日、アメリカ軍の戦闘がオーバーマルスベルクから降りてきた。ここにはバリケードは設けられていなかった。多くの家には白いタオルが掲げられていた。 住民の多くは、同光山の坑道や森の中に逃げ込んでいた。武装親衛隊の伍長は、アムトハウス前からジープに搭載した対戦車砲で、アメリカ軍の隊列の戦闘に砲撃を行った。4人のアメリカ軍兵士が死亡した。アメリカ軍兵士は、デーメル橋周辺に向けて、射撃を開始した。武装親衛隊は、マルスベルクから配送した。 ベストハイムの国民突撃隊員の小集団が投降した。翌日、戦車を含む大きな部隊が東側から押し寄せてきた。多くの家屋が兵士や囚われていた元捕虜のために接収された。第二次世界大戦でニーダーマルスベルクの住民258人が死亡した。その多くは東部戦線で兵士あるいは捕虜として亡くなった。マルスベルク氏は 自治体再編に伴い、1975年1月1日に、それまで独立していた、ニーダー・マルスベルク氏、オーバー・マルスベルク氏及びベイリングハウゼン、ボルントステン、グレーデラー、カンシュタイン、エルリングハウゼン、ギールスハーゲン、ヘディングハウゼン、ヘルミングハウゼン、ライトマー、パドベルク、ウードルフが合併して成立した。さらにキュービューレン軍、アムトビューネンベルクのエッセンと。 メルホーフ、エスドルフ、ベストハイムがこれに加わった。オーバーマルスベルク修道院、教会発生期末に創建されたオーバーマルスベルク修道院は、ベストファーレンで最も古い修道院の一つであり、この地域のキリスト教家に大きく貢献した。12世紀に、現在の地域に、ブレーデラー修道院が設けられた。13世紀には、マルスベルクに、ベギン海教団が存在した。 マルスベルクでは16世紀に近隣のバルデックから宗教改革が浸透していった。対抗宗教改革の結果、この地域は再びカトリックが優勢となった。18世紀にはカプチン会、マルスベルク修道院が設立された。この修道院は世俗化に伴い廃止された。現在、ニーダーマルスベルクの聖マグヌス教会、オーバーマルスベルクの聖ペーター及びパウル教会、 エルリングハウゼンのセーフトゥス協会が属すマルスベルクミッテシボク連合が形成されている。この連盟はホーホザウアーラント東部首席司祭区に属している。現在の地域でユダヤ人は重要な少数派であった。ニーダーマルスベルクには1844年に少なくとも107人のユダヤ人が住んでおり、13人の子供がユダヤ人学校で学んでいた。 ニーダーマルスベルクのシナゴーグは1849年に消失し1856年までに別の場所に新たに建てられた。19世紀半ば以降パドベルクとニーダーマルスベルクには全国的に有名なシナゴーグ組織があった。これらの組織はそれぞれ近隣村落のユダヤ住民のケアを行った。ニーダーマルスベルク付近ではニーダーマルスベルク オーバーマルスベルク、ヘディングハウゼンにシナゴーグがあった。現在もパドベルクの旧シナゴーグやベーリングハウゼン、ニーダーマルスベルク、エッセンと、ヘディングハウゼン、オーバーマルスベルクのユダヤ人墓地にユダヤ人の生活の痕跡を見ることができる。1938年11月の迫害運動によりニーダーマルスベルクのシナゴーグは荒らされ冒涜された。この建物は 第二次世界大戦後映画館やディスコに利用された。殺害されたユダヤ人市民を追悼するために2009年に芸術家、グンター・デム・ニヒによりつまずきの石が設置された。19世紀になると福音主義のキリスト教徒が再び増加した。教会設立の努力は1840年代にまで遡り、 マルスベルクは1860年代にブリーロンの教会の支部となり、1878年に独立した教会が設立された。第二次世界大戦後の難民の流入により、福音主義信者は増加している。現在、住民の70%がカトリック、19%が福音主義、11%がその他の宗教、または無宗教である。 第一部の家にモスクもある。人口統計学的発展の予想では近い将来1から2%の人口減少が仮定されている。これは候ホ,ーホザ・ザウアーラント軍の平均値とほぼ同等である。マルスベルク氏の市議会は34議席からなる。マルスベルク氏は1977年3月24日付のアルンスベルク行政官区長官の文書により文章、印象、 上りの使用を認可された。紋章の図柄、赤字に金色の絵の文字解説、マルスベルク氏は1909年12月20日にプロイセン王からオーバー・マルスベルクに与えられた紋章使用権の権利継承者である。この紋章は13世紀にこの町で鋳造された守護聖人ペテロと絵の文字をデザインした貨幣に由来する。印象の図柄、 A の大文字と印象の円に沿って、上側に下っと、下側にマースバーグの文字。上りの図柄、黄色地で、やや、旗竿寄りに、死の紋章。長辺に沿ってそれぞれ等幅の赤、黄、赤のストライプ。アウデンブルフとの姉妹都市関係は、エッセントーとエタルジェムの二つのスポーツクラブの交流に、由来する。マルスベルク郷土博物館、マルスベルクには、 郷土博物館が存在し、地理、戦士時代や古代史、オーバー・マルスベルク及びニーダー・マルスベルクの歴史を紹介している。パーペン・ウント・ラレンツ彫刻工房の作品やシング、ミングも見ることができる。見学鉱山・キリアンコは地質学と同採掘について概要を学ぶことができる。修道院教会の内人オーバー・マルスベルク。 旧市庁舎オーバー・マル・スベルクの旧市街は全体が見応えある。ここには重要な建築文化財の一群が保存されている。その中でも、セーペーター及びパウル修道院教会を含む修道院施設は格別である。カール大帝時代の最初の教会は1230年に消失し、三老式ロマネスク様式のハレン・キルヒエが建設された。 この建物は1313 13年に落雷に遭い、1332年に改めて修復された。印象的なのは、堅牢な正方形の斎藤である。30年戦争の間、1646年に、この教会は一部が爆破された。再建後、内装調度は、ハインリヒ・パーペンとクリストフェル・パーペンの工房が、バロック様式で整えた。バロック様式のオルガンは、 その一部である。旧修道院部分への入り口は1759年製の聖ベネディクトの像が飾られたベネディクトアーチである。30年戦争後に新たに建設された修道院の建物も保存されている。近くには17世紀に作られたローラント像とみなされているが、おそらくカール大帝をかたどった像がある。百四十七年に建設された。 聖ニコライ教会も重要である。この教会は初期ゴシック様式で建設されている。南の入り口は後期ロマネスク様式の傑作である。内部には重要な芸術作品であるピエタ像が見られる。オーバー・アマルスベルクの歴史的視聴者はもともと13世紀に建設され30年戦争後に建て直された。この建物の前には古い刑罰用の晒し台がある。 仏典等を含む古い環状壁の跡も見どころである。パドベルクの旧シナゴーグこの他の特筆すべき建物には以下のものがあるディーメルコルドルフ近郊のグロッケングルンと自然保護区は古い林業経営形態の一例である。また多くの動植物に生育する空間を提供している。ノルトベストファーレン州とノルトベストファーレン教会は景観保護のために 約80ヘクタールの土地を購入した。自然保護区は、ホーホザウアーラント郡自然、鳥類保護協会によって管理されている。この他特筆すべきものに以下がある、マルスベルク周辺には、廃村となった村が多くあった。この地は、水があり、土壌は十分に日遅れあったため、中世、この周辺には、数多くの小村落や集落が不規則に、点在していた。 これらは中世の大きな廃村の潮流の犠牲となった。そのすべてが現代的な意味での集落であったとは言えず、独立した農場も含まれている。そのプロセスはおそらくひそやかでゆっくりとした出来事であった。これらは1300年頃に建設され、中世後期に最盛期を迎えた。1200年以前に建設された集落の約70%が放棄された。 集落の放棄の理由に関して様々な学説が提唱されている。例えば、マルスベルク氏の誘引力が考えられる。農民や小作人は町でより良い収入と安全な生活を求めた。私壁の外では、農民は度重なるフェーデで略奪され、放火の脅迫を受けた。他の理由としては、ペストの流行や堅牢な都市で守られたいという欲求が挙げられる。 衰退した集落の数は少なくなく、地域にバラバラに散在しており、農業利用が可能であった。こうした廃村のいくつかには近代になって新たに、定住がなされているところもある。ベストハイムのゴルフ情報誌には、3層の体育館1つ、サッカーグラウンド3面及び、各地区にクレー、芝生、人工芝のグラウンドがある。さらに、屋内プール、テニスコート、 バドミントン及びテニスセンター、乗馬場、アーチェリー場、トーナメントができるダブルイコールミニゴルフ場がある。またベストハイム地区には9ホールのゴルフ場がある。本市はエッケ山地協会の主要産路であるエッケベークの終点である。ほとんどすべての各地区における大きな祭りが射撃祭である。マルズベルク市の射撃祭は毎年1回。 主催者を交代して開催される。10月には万世市が開催される。2年ごとに経済メッセが開かれる。ベイリングハウゼン、オーバーマルスベルク、エルリングハウゼン、ギールスハーゲン、エッセント、メールホーフでは毎年シャニク肉祭のパレードが開催され、多くの観客が訪れる。中世から近世本市の経済的なラビに全般的発展にとって、 革新的に重要であったのが鉱山と金属加工業であった。スラグの痕跡は8世紀にはすでに現在のマルスベルク市の地域で銅の採掘と精錬が行われていたことを示している。ブレーデラー修道院は早くも中世には鉱山業の中心となっていた。ギールスハーゲンは鉄鉱山を利用するために修道院の村として建設された。 中世後期になると、マルスベルクの商人は、公益に従事し、市は、ンザ同盟に加わった。主な輸出品は、マルスベルクの甲冑職人の製品であった。その基盤は、近郊の鉄生産であった。16世紀頃には、鉄採掘と加工が、同生産よりも、重要になった。マルスベルク地域では16世紀には、先鉄の他に、火工、大砲の弾、オーブン、 暖炉の板なども製造されていた。1612年頃、ディーメル川とグリンデ川沿いのマルスベルク近郊に6件の精錬所があった。小取引はオランダにまで及んだ。アムステルダムの商人は1618年に芋の、特に兵器の製造に対する選定工の特許状を手に入れた。販売はベーザー川を介して行われた。 30年戦争の経過に伴いベーザー川が封鎖されたため、この契約は終了した。ベストファーレン工業での鉱山業の衰退は17世紀半ばに起こった。これに対してマルスベルク周辺の鉱山業は比較的よく持ちこたえた。さらに鉱山業はオランダの産業スパイの標的にされた。中世後期に閉山されていたマルスベルクやその 周辺の同工山がこの時代に再開された。ギールスハーゲン、レーゼンベック、メッシングハウゼンの住民たちは、ブレーデラー修道院の鉄採掘工に職を見つけた。このため、ブレーデラーとマルスベルクの精錬所やベイリングハウゼンの炭造所の生産量は増加し、鉄鉱石採掘者の住宅が建設された。このため、バルデッケやディル地域からの原料も使わなければならなく、なった。 マルスベルクの修道院長補佐料で行われていたホップの栽培はビール醸造の基盤として重要であった。水車の営業も重要であった。マルスベルク氏は多くの水車を備えたミューレンタールを管理していた。このシステムは早くも12世紀にできていた。見学鉱山キリアンコー19、20世紀伝統的な鉱山業は19世紀になると新たな。 工業発展に補償を合わせる必要があった。さらに、新たな産業分野として、製紙業やガラス製造業が起こった。ヘイマーの企業であるエビングハウゼン、ウルリヒ c o がニーダー・マルスベルクの1830年代に閉鎖された炭造所後に、近代的な製紙工場を設立した。この工場は1856年には170人を雇用し、 年間売上高は10万ターラーに達した。後にこの工場は専門化し、第一次世界大戦前には北西ドイツにおける高級便線製造のリーディングカンパニーとなった。マルスベルクはラムスベックと共に非鉄重金属採掘の中心地である。古くから存在するシュタットベルガー共同鉱山、会社は1872年に株式会社に改編された。 この会社はこの時点で周辺のすべての銅鉱を管理していた。産出量は1870年頃が最低で、その後再び増産に転じた。鉱石の採掘量は1870年には2万トンであったが、早くも1880年には4万2000トンまで増加した。銅の生産量は1890年には735トンとなった。 やがて地表近くの鉱石を採掘し尽くしたため、深く掘り進む必要が生じた。この会社は200人以上の交夫と300人以上の清錬所労働者を雇用し、マルスベルク地方で最大の企業になった。さらにマルスベルク周辺地域では、特に鉄道建設によって1880年までに、鉄採掘分野の躍進がもたらされた。その結果、景気や構造上の理由から、 鉱石採掘量は劇的に減少した。重要な行動が1897年に初めて閉鎖され、その後数年間に他の行動もこれに続いた。第一次世界大戦後、同産業の重要性も徐々に低下していた。はじめは原石採掘が閉鎖され、その後世界強行までに精錬も停止した。国家社会主義時代の自給自足の努力に伴って、 マルスベルクの同工業が再開された。しかし、第二次世界大戦終結後、最終的に廃止された。含有量の低い鉱石から銅を得るために、塩を添加し、比較的低い温度による特別な賠償法が用いられた。この結果生じた赤い上場の物質は、戦後に研究がなされ、スポーツグラウンドのコーティングに転用されたが、1991年までに、 極度に高いジオキシン T 級値を含有しており、毒性を有していることが判明した。立前ホフガラス工場現在の経済構造工業の衰退後、現在の製造業は主に中小企業からなっている。重要なのはガラス産業、金属工業、防石業、合成樹脂工業、製紙業、木工業である。重要度を増しているのは最も広い意味での、 第3次産業である。マルスベルクには、精神医療の LWL クリニックマルスベルクがある。これはこの町最大の雇用種である。観光業も重要である。6455人の社会保険支払い義務のある労働者のうち2467人が製造業に従事している。商業、観光業、運輸業、流通業には1025人。 その他のサービス業には2,915人が従事している。全国的に有名な企業としては、リッツェンホフガラス工場 AG、別派製紙工場、ブルワリーベストハイムがある。マルスベルク駅、マルスベルクは、東は、ポーランドとの国境から、西は、オランダとの国境までドイツを横断する、連邦道 B7 号線沿いに位置している。マルスベルクへは、 アウトバーン A44 号線のインターチェンジナンバー63を利用してもアクセス可能である。シュベルテからバールブルクへのオーベレルールタール鉄道にはブレーデラー、マルスベルク、ベストハイムに駅がある。この他にベーディングハウゼンにも停車場がある。長距離バス会社 MFB マイン長距離バスはマルスベルクからベルリン行きなどの路線バスを運行している。 マルスベルク裁判所本紙は、マルスベルク裁判所の所在地である。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。